そうそう、誰の差し金かは知らんが、わしを切れるとでも思うたか。力なき者があがくな。この乱世、力持つ者こそが勝者たりうるのじゃ。くっ、力か。董卓よ、ならばわしはいずれその力をもって貴様を討つとしよう。さすが音に聞く、そう思うと。狂いでやる。ですが、こ
ここは抜かせませぬ。魔法か。厄介だ。決してやがる。突きつける者を撃てば止まるはずだ。よし、先を急ぐ。もどけ。どう燃やし尽くしてやる。これで勝ったと思うなよ。覚悟しろ。どうし、俺はこれも手が回らないか。董卓め、相当にしつこいな。ここも閉ざされたか。どこかに抜け道はないものか。さあ追い詰めたぞ。もうお前らに逃げ場などない。続いてやる。よっしゃ、やったのに。見事な加工とんよ。曹操様ですね。私が抜け道に案内いたします。お見事です、曹操様。おう、お主董卓のそばにいた。だが何故わしを助ける。それは後ほど。さあこちらへ。裏門から洛陽を抜ける道へ案内いたします。しまいました。私が案内できるのはここまでです。どうかご無事で。そしていつか董卓を。あの女に助けられるな、モード。だがあれは人の心を利する出会いの女だ。来たか、神宮殿の予言通り。この超文猿が相手だ。燃やし尽くしてやる。我が部を破るとはお見事。ここに二言はない。さあ行かねえよ。さあ殿、早く洛陽から脱出しましょう。なんとか逃げ切れた。だがわしにはより多くの力が必要だ。この先董卓を討ち天下をつかむにはな。